ようこそ変態ファンタジスタたち。思い込んだら変態の道を行くが電撃のど根性、電撃大将チコチコジャパン。今主審の釜吉さんのホイッスルが鳴る。はじめ、愛知県代表尾関選手登場。アナザーストーリー、アナルーニストロー。いやこれはちょっと、ぬるい、ぬるいね。ぬるい。確かに。はい、続いていきます。はい。大阪府代表、万竜選手登場。新陳代謝。チンチンカインジャ。いやこれもなんかいまいちパンチが。そうね。惜しい感じ。じゃあ次に期待してください。はい。わかんないけど。いきます。埼玉県代表、幻の騒ぎ者選手登場。白菜のおしんこ。100歳のおちんこ。ゴール。これものすごい元気だ。これものすごい元気だったらどうする。ものすごい立つの。ものすごい元気。ちょっとものすごい元気バージョンで言ってみて。白菜のおしんこ。100歳のおちんこ。ありがとうございます。ハットトリックですよ。飛んだハットトリックだ。じゃあ続いていきます。はい。宮城県代表、生ぬいぐるみ選手登場。一騎当選。陰金当然。ドーン。ああ、俺これ好きなんだけどな。なんか辛い気持ちになるのはなぜだろう。続いていきます。はい。埼玉県代表、おなかの選手登場。ナスカの地上絵。ナスカウ地上絵。いやー。ナスは誰でも買ってもいいと思う。まあ。うん、まあ、ね、語呂的な問題ですね。ね。はい、じゃあ続いて。千葉県代表、おいガチムチ選手登場。犬の穴掘り早かった。イボジでアナルが塞がった。いやー。俺これ好きなんだけどな。でもすごい多分辛いんだぜ。大するときに。これ、まあ、想像したらね、でもさ、この語呂的にさ、ちょっと、違くなかった。そうかな。俺好きなんだけどな。そう、じゃあ続いていきます。はい。徳島県代表、ジャムおじさん選手登場。強烈。バイオツ。ゴー。なんかインパクト強いのが好きだよね。そうだね。短めでインパクトでゴロだね。スポーンと来てるの。パッて入るのが好きだね。パンチが入ってるのが好きだな。なるほどね。じゃあ続いて、三重県代表、ヘコーキ選手登場。アイムエンタープライズ。アイブアンターうまいね。ゴール。うん、これゴールだよ。これいい。これはね、もう大歓声です。あ、そう。スタンディングオベーションだね。やっぱ言われたい。言われたい。何を聞いてんだ、私は。あ、そう。今、おっさんみたいだってね、リアね。ちょっと。私は何を聞いてんだっていう。俺も今、普通に答えちゃったしね。なんか、ダメだね。さあさあさあ。流されてるよ、流されてる。チンパイ流されてるよ。頼むよ。さあ、というわけで、ここでハーフタイムとなりました。はい、前半戦の熱い戦いを振り返りましょう。ちゅうことで、印象に残った選手は一緒に残った選手はありますか。なんだろうね。なんか結構ぬるい感じがしたよ。100歳のおちんこ。まあ、いいんじゃない。ああ。さらにと。もういいんじゃない。俺、やっぱり、ちょっとゴールには至らなかったんですけど、イボジでアナルが塞がったっていうのは、これはものすごく面白いと思うんですよ。ネタ的にはすごく面白いよね。すごく、これ、代をするときに大変なことですよ。相当どんだけ踏ん張っても出てこないんですよ。あげくウォシュレットで多分刺激ですよ。アイドルそういう話よくわかんないからさ、ごめんね、なんだけど、はい、これマシュマロじゃん？ん？ん？マシュマロじゃん？マシュマロのうんこ？え？違う、マシュマロ。ん？マシュマロ？知らなかったっけ？うん。アイドルは、うんちとか知らないの、うん。あ、ケツからマシュマロが出るんですか？そうそう、マシュマロが生まれるの。あれ？ケツから、ポポンって、マシュマロ。うんとかじゃなくて、そう。マシュマロに、包まれて。チョコレートか。そう、チョコレート味のマシュマロなの。それを、なんかね、1年ぐらい前にここで言っちゃって、なんかこれ何味って聞かれた時に、マシュマロ、チョコ味って言っちゃったの。そう。まあいいよ、その話はいいよ。それ多分便器に浮きますよ、マシュマロって軽いからね。今度見とくね。そう、コロンコロンの健康うんこでございます。はい、さあ後半のホイッスルを亀梨さんお願いします。はじめ、岐阜県代表、クソ選手登場。違い方剣。違う方剣。ゴー。これは俺大好き。なんでこんなにこう堂々としてんだお前みたいな。
しかもそれは相手に言ってんのか自分がそうだっていう風に言ってんのかがどっちかでまた変わってくるじゃないですか。でも言われたくもない。違う、俺は包茎だって。聞いてない。それとも相手に対して違う、この包茎みたいな言ってんのかどっちかですよね。あ、言うとしたらじゃあ女性側かってこと。いや、女性側に言われたら俺多分俺もうなんかこうなんだろう、半週間こう3、4日は少なくともへこみますよね。いつもさ、なんかそういうのさ、自分に例えてさ、話してくれるよね。な、え？もう俺だったら、いやだって考えないっすか？だってもし考えないですよ。いやいや、ちょっと待って、今例えが悪かった。はい、じゃあ続いてまいります。えぇ、ー、千葉県代表、おいガチムチ選手再登場。